今回はジャニーズ〇〇会〇〇部をご紹介します。兄貴会マシュマロ会、テレビでもたびたび話題になる会でとても有名です。メンバーはカトゥーンの上田竜也さん、ニュースの増田貴久さん、キスマイフット2の藤ヶ谷太輔さんと千賀健人さん、セクシーゾーンの菊池風磨さん、ジャニーズ WEST の中間淳太さんなどがいます。桜井有吉ザヤ会でも取り扱われ、上田さん、増田さん、菊池さんが出演し、誰が一番兄貴を愛しているかと桜井さんへの思いを熱く語っていました。2022年夏のミュージックデイではジャニーズシャッフルメドレーで上田さんが嵐を歌う予定だったのですが、休養のため代打で急遽増田さんが桜っぷを歌っていました。事前に増田さんが桜井さんに許可を取りに挨拶に行ったという裏話もあり、そのことをテレビで桜井さんが話していたこともお互いの愛をとても感じますね。東山会、少年隊の東山紀之さんを取り囲んで、キンキキッズの堂本光一さん、井ノ原快彦さん、セクシーゾーンの中島健人さんなどがメンバーにいます。年齢差がある集まりですが、後輩が先輩に相談をしてアドバイスをもらうという場だそうです。メンバーが揃いに揃ってジャニーズの王子様のような集まりなので、井ノ原さんは俺だけ種類が違う、あの3人王子様キャラじゃん、俺だけなんか使用人みたいなとおっしゃっていたそうで、東山会の会話の仕切り係をしているそうです。ジャニのチャンネル、嵐の二宮和也さんが開設した YouTube チャンネルジャニのチャンネルです。メンバーは二宮さん、カトゥーンの中丸雄一さん、平成ジャンプの山田涼介さん、セクシーゾーンの菊池風磨さんの4人で活動しています。2021年4月に開設され、開設当時は事務所非公認ながらも、現在はジャニーズ関連 YouTube チャンネルの中で登録者数1位となっています。嵐のライブ映画を他の3人が見に行く動画では、映画が終わった後に二宮さんに会いに行きたくなる3人にとてもほっこりします。ジャニーズゲーム部、2021年12月に YouTube チャンネルジャニーズゲーミングルームを開設と同時に発足した部です。平成ジャンプの有岡大樹さん、キスマイフット2の玉森裕太さん、宮田俊哉さんが中心で活動しています。ゲーム好きの他のジャニーズメンバーがグループの垣根を越えて活動しています。主に最近人気のスイッチなどのテレビゲームや懐かしいゲームに挑戦したりと、大人数で楽しいチャンネルを作っています。ジャニーズクイズ部、スノーマンの阿部亮平さんが部長で中心になり、川島ノエルさん、ドラビスジャパン、那須雄登さん、美少年浮所飛貴さん、美少年本高克樹さん、セブンメン侍福本大成さん、 AN グループで活動しています。部長の阿部さんは大学院卒で気象予報士の資格も持っている高学歴のアイドルで、他のメンバーも高学歴の方が集結しています。ネプリーグや Q 様などのクイズ番組でも出演し活躍していました。リモートで勉強会を開くこともあるそうで、活発に活動されているようです。竜兵会、関ジャニ∞の丸山竜兵さんが中心の会です。正式メンバーはニュースの加藤茂明さんの身だそうですが、非正式メンバーは多くおり、どんどん増え続けているようで、巨大勢力とも言われています。さらに桜井翔さんという大きな存在の加入も噂されています。テレビではあまり話題に出ませんが、ジャニーズシャッフルメドレーなどの時に超人見知りの加藤さんが丸山さんだけに絡む様子がたびたび目撃されており、加藤さんの丸山さんへの愛が伝わります。入会時には女性下着をつけてメンバーに披露するという謎の儀式があるそうです。入会条件としては、人見知り、先輩から声がかからない人、ジャニーズ2軍、涙腺の弱い人などがあります。ジャニーズ内だけではなく芸人からも入りたいと言われているそうです。千賀軍団、キスマイフット2の千賀健人さんが中心の会です。メンバーは渡辺翔太さん、スノーマンがいますが、他に54歳のおじさん、しぶきじゅんさん、しぶきさんのお友達さんがいるそうです。ジャニーズや芸能界の垣根を越えて結成されているかなり異色の軍団です。宮田会、キスマイフット2の宮田俊哉さんが中心となって活動している会です。
宮田さんの仲良しメンバーで集まる会だそうですが、宮田さんといえば元祖アニメオタクアイドルです。趣味が同じアニメオタクが集まってオタ活を行うこともあるそうです。オタクアイドルといえば他に佐久間大介さん、スノーマンがいますが、佐久間さんは宮田会の正式メンバーになっています。他にも準メンバーとして宮田さんが可愛がっているジャニーズジュニアを中心としたメンバーが所属しているそうです。塚田会、 ABCG の塚田良一さんがリーダーの会です。メンバーは平成ジャンプの薮宏太さん、有岡大樹さん、キスマイフット2の宮田俊也さん、セクシーゾーン中島健人さん、菊池風磨さん、 ABCG 戸塚翔太さんなどがおり、とにかく人柄のいい塚田さんを多くのジャニーズが慕っています。塚田さんの同期であるニュース増田貴久さんも参加しているそうで、メンバーがどんどん増えているようです。塚田を褒めること、悪口は言わないこと、20歳以上の男子というルールがあります。仲良しなメンバーも多く人柄が良い塚田さん主催だけあって、とにかく楽しく活動しやすい会だそうです。活動内容はカラオケや食事会が主で、支払いは塚田さんが持つそうです。ただ塚田会を開催しすぎて母親に、あなた最近お金使いすぎと怒られたそうです。それをみんなに笑われると、うちのお母さん怒るとすっごい怖いんだよ、みんな知らないでしょと怒っていたそうで、愛される理由がここにあるようです。河合会、 ABCG の河合文人さん主催の会です。厳しいルールで話題になった会で、掛け持ち禁止や脱退時は5万円支払いなどがあるそうです。メンバーは菊池風磨さん、セクシーゾーン、深澤達也さん、スノーマン、田中樹さん、ストーンズがいます。玉会、キスマイフット2の玉森裕太さんが主催する会です。ドラマがきっかけで始まった会だそうで、メンバーはジャニーズジュニアの高田翔さんなどがいます。週に1回ランチをするのがルールだそうで、カフェでパンケーキを食べたりするそうです。 K の兄貴軍団、ニュースの小山慶一郎さんが中心となっている会で、メンバーはジャニーズジュニアの川崎幸喜さん、元木枠さん、今村隼人さん、中村光大さんがいます。桜井さんの兄貴会への憧れがあり、後輩たちが小山さんを囲んで発足した集まりです。まだ活動の機会は少ないようで、メンバーなのにリーダーが顔を知らないという事態もあったそうです。以上、ジャニーズ〇〇会〇〇部をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。